さんこんにちは、えー。ということで、重量げさがあのものすごい流行っているので、地名だけで、えー、あのその都道府県を絞っていくという、まあ、ポイントをちょっとおさらいしていこうかなと、である程度の地名は覚えた方がいいよというのがあって、ここに書いてある地名というのは、まあ、全部ではなくてもいいんですけども、ある程度頭に入れておくと、まあ、特定はしやすいのかなと思います。えー、全国に言えるんですけども県庁主要のの都市っていうのは、えー、必ず、えー、まあ 頭に入れてた方がまあ、ジオゲストはやりやすいのかなと思ったりしますね。で、あと、県の特産物です。とか文化的なものっていうのもね一緒に合わせて思えたりするとまあいいかもしれません。 で北海道で言うと、県庁所大地は札幌市ということで、まあ、これは政令指定都市なので、えー、丸丸区とかっていうこともあったりするんですけどね。その他、旭川、函館、この3都市については絶対覚えた方がいいと思います。その他、稚内、室蘭、帯広、網走、小樽、岩見山、千歳、苫小牧、釧路、えー、根室、江別、滝川、留萌、その他、深川といった、ね、市町村もあったりするんですけどね。あと、大雪団ですとかね、えー、こういったあものがあったりします。で、北海道で有名な、えー 特産物というと、夕張メロンありますよね。夕張市の特産物になります。えー、また、アイラの文化が残っていますので、地名なんかが難読なものが多いというのも特徴的かなと思います。また、カルデラ湖がですね、北海道内にこういろんなところにこうあって、四骨湖ですとかね、東野湖ですとか、こういったのも全部カルデラ湖ということになります。また、世界遺産のしら、えーしらえー、し失礼しました。世界遺産のですね、知床につきましても、これも北海道が有する、えー、自然を。 ものとということになりますねそして青森県です青森県で、えー、県庁所在地というのは青森市ですね主要都市というのは弘前市、八戸市のこの3都市です、ねえー、そしてその他、五所川市、津軽市、黒石市、平川市、武す市とありますで、えー、一番有名なのが青森県と岩手県に広がります丸の平郡というのがありまして、えー、これというのが えー、1の辺、2の辺、3の辺、5の辺、6の辺、7の辺、8の辺、9の辺とあります。まあ、4の辺という地域はないんですけどね、4の辺という地域はないんですけども、一応この青森県、岩手県にこの野辺というのが、えー、あります。これというのは南部地方に伝わるこの地名の由来でございまして、えー、南部型がおそらく付けただろうというこの地名なんですね。まあ、 青森県はね、えー、主に津軽地方と南部地方に分けられまして青森県と弘前地方は津軽地方で八戸市の方に限りましては,これは南部地方と言われていますでむつ市に限ってはこれは下北というですね、えー、またここは別の区分になりますこの3つの地域に分けられることごとく、えー、津軽弁、南部弁下北弁の3つに分けられるというのがこの青森県の特徴ですね また貯産物と言いますとリンゴは非常に有名ですね、あのー、日本各地でーまあスーパーでー出てくるリンゴというのはほとんどが青森県が占めているのではないかなと思いますそして岩手県です岩手県は県庁所在地が森岡市、塩都市、市の関市、欧州市ということになりますけどもで欧州市に限りましてはこれは、ね、平成の大合併によって5つのですね市町村が合併して、えー 欧州市という名前が出来上がりましたそれが水沢市、江沢市、前沢市、えー、そして伊沢伊伊沢、伊沢町心も川,川村ということでございまして、えー、この3つの市,、えー、市と2つの えー、町村が合併してでき、えー、上がった市ですねそして宮沢賢治が生まれたのが花巻市ということで伊波東部の里その他は北上市ですねそして宮古市、久慈市、遠野市遠野物語で、ね、有名ですねそして大船渡市、滝沢市、二戸市などがありますまた陸前高田市やね、えー、釜石市も岩手県があ,あります、えー、と県の、えー、有名な特産物、えーと、武蔵ですね そのほか、えー、キャベツやレタスといったのも岩手県なので、えー、製造販売生産販売しているというのが特徴的かなと思いますね宮城県です、えー、宮城県は、えー、仙台市が県庁所在地こちらも政令指定都市なので丸々区というのがありますね大崎市は古川市や三本木といったですね、えー、こういった地域があります栗原市は月立金谷、ねえー、栗駒といったところですねそして石巻市、気仙沼市白石,白石市、えー そして岩沼市ということでございましてねで、えー、まあ宮城県のまあ主な農産物といいますと、サンマですとか牡蠣ですとか、こういったものでございますね、また気仙沼市なんかでフカヒレなんかがこうね、えー、作られてたりもしますよね。 そして秋田県です。まあ米の有産地でもあるのかなと思いますね。秋田県は県庁所在地が秋田市、その他大館市、横手市、野代市、大賀市、大賀市、は大賀市、大賀大賀市、という名前でした。千北市は角野建市と、えー、角野建町と田沢小町、えー、この三つの村地が合併して、えー、できたのがこの千北市。その他湯沢市、片上市、日本城市、三河市、和野市、北秋田市、北秋田市は高野住町、えー森まえー、森吉村市、えー 森吉町を兄、えー、村というですね、この3つの、えー、町村が、ね、合併して起きたということで秋田県ですよね、まあ。秋田県はですね、秋田小町が非常に有名でございましてその他、ですね、秋のきらめきですとか粒ぞろいですとか、えー、最近出てきましたね、咲、え、き、ー、誇るというこの、ね、特産物が有名でございます、えー、この数年の中でいうとのこの米の生産量というのはね、えー、新潟県を上回ったことも えー、あるんですね、えー、秋田県が、えー、制裁の日本でナンバーワンになったこともあります。まあ、これは何でしょうかね天候のまあ関係もあるのかなと思うんですけども、基本的にこう山瀬というものが、ねえー、基本的にあの農産物って受けるんですけども、これの、山瀬というのが、えー、青森県のこう太平洋側ですとか岩手県の、ね、北部ですとか、この辺りが非常に影響を受けて、あまり米,の、ねえー、米とか農産物に 好まない地域だったりするんですけどその秋田県っていうのはその山瀬の影響を受けなかったりですとかあと気候的なもので言うとね非常にその恵まれた土地なのかもしれませんね、えー、基本的にあの秋田県がその米の取れ高っていうのは、えー、大きくマイナスになったっていうところは今のところはあまり聞いたことないですそして山形県です県庁するときは山形市ですねその他は酒田市、鶴岡市といった庄内地域、そして新庄、東根、ね、村山、天童道いや北部地域 そして、佐賀江、えー、上山、米沢といった地域もありますね。県の特産物というと、えー、皆さんご存知のとおり、さくらんぼでございます。芋煮なんかも有名ですね。そして福島県です。福島県は、県庁舎地が福島市、その他、主要都市としては郡山市、いわき市、会津若松市なんかがありますね。その他、南相馬市や、えー、ラーメンで有名な北方市、白川市、す、えー、いません、大変失礼いたしました。 はいえー、こういうことがあるからやりたくないんですね、えー、すいませんまあこういうことがあるんでね、えー、泣いてしまう理由なんですけどすいませんえっ、ー、とすみませんえっ、ー、とですねどこまで喋ったのかな えーとはい、その他、喜多方市、白河市、えー、田村市、塚川市、本宮市、日本松、島、これも福島県の地域、県の特産物は桃でございますね。まあ、桃が有名なのは皆さんご存知の通りかなと思いますけどね。ということで、えー、で、あー、あとそうだ、原発事故がこう起きた時期というのも福島県の、えー、海沿いありまして、楢葉町とかですね、えー、浪江町とか、まあ、この辺りに。<laughs> あるんでですけどもねと、えー、ということでまあ、東北地方はい、一応こんな感じで北海道、東北地方っていうのはね、えー、このようなあ、まあ、都市というのがまあ、あるんですけどねで、まあ、基本的に雪国でございますから日本海側におけましては、えー、縦信号であったりとかね、えー まあ、よく見たりすると、ね、雪が積もっていたりとかっていうのは、まあ、基本的に東北地方が、まあ、主になってくるのかなと思います。で、基本的に寒い町ですございますからね、えーまあ、例えば陸別なんかという地名が出てきたらね、マイナス30度、40度下回るっていう地域があったりですとかね、えー、岩手県の、ね、盛岡市の薮川という地域もね、えー、毎年マイナス20度下回る地域だったり。 とかね、えー、あったりしますあとは有名なところでと、ね、青森県の酸ヶ湯ですね、ここはね本当に非常に雪が積もる地域でして、えー、毎年3メートル以上の雪が積もったりしますね、えー、それが山形県の肘折りというところもありまして、山形県の肘折りと青森県のカイ湯、毎年、えー、その積雪ランキングでね1、2を争っているなんていうことがありますね、あとは北海道には締まりないという地域もあって、ここも雪が結構積もりやすかったりします。 まあ、豪雪地帯が多いのもこの東北地方の特徴なのかなと思いますね。で、たまに宮城県とかね、えー、福島県とかではね、えー、結構雪がこう降ったりということもあり,ありましてね、宮、まあ、城県の鳴子田とかね、佐久並ですとか、ね、あとは福島の、ねえー、こう猪苗代とかっていうのも、えー、結構ね、雪がこう積もったりなんかもしてますよね、まあ今年なんかそうなのかなと思いますけど。 さあさて、えー、一応皆さん覚えていただきましたでしょうか。まあ、まだまだね、えー、覚えて欲しいところはね、えー、ありますけど、ある程度押さえておくといいのかなと思いますね。ぜ、え、ひ、ー、役立ててください。ご視聴ありがとうございました。